こんにちは、藤沢です。今回はですね、シンガポール航空直行便で行くシンガポール4日間の、フリープランの、ご案内をしたいと思います。恒例のになってますこの激安プランなんですけども、世界的に人気のシンガポール航空ですね、お客さんから言わせると何がエコノミークラスで、それだけ人気なのかというと、一つ挙げるとするならば、オンデマンドビデオドラマの数が多いということです。事前にですね、出発前に、インターネット等で、番組表のチェックができますので、機内のオンデマンド放送の、日本風切り前とか日本未公開映画とかもありますので、3本は見れるはずなんで、予定して行かれるのもいいんじゃないかという感じで、これはお客さんからコメントいただいていることを受け売りしているだけなんですけれども、そういうシンガポール航空の魅力があります。シンガポール自体はですね、もう古い、オーチャード、ホーカーズ、中心としました旧というか、一般的な市街と、それから近未来的なですね、建物が多いマリーナ地区で、あとアトラクション、遊園、ユニバーサルをはじめとしたですね、リゾート、ワールドリゾートセントーサと言われるセントーサ島のエリアと分かれます。これ本当計画していかないと時間が全く4日間に足りませんので、ご注意ください。49,900円、燃料サーチャージ込みで激安になっております。その他の日付も設定ございますので、値段少し変わりますけども、画面下のコメント欄にですね、 URL を貼り付けておりますので、そこで、商品詳細をご確認ください。ぜひ、おすすめの商品ですので、よろしくお願いします。